それでは引き続き今度は日本経済新聞社の新井さんお願いいたします。はい、日本経済新聞の新井と言います。肩書きを見ますと特別企画室という非常に仰々しい名前なんですが、全社的なプロジェクト、平たく言うと全社的なプロジェクトを、考えているというところだと お考えになっていただければ結構です。でなぜそんなところの人間がここに座っているかと言いますと、今日本経済新聞がですね、女性の社会進出本格的にもっとより強く応援できないかということを考えているということからお招きいただいたということだと思います。で、日本経済新聞ということですが、やはり我々の使命は日本の経済発展に資すること、そうした中で今企業を取り巻く環境を考えると人材の面で非常に厳しい状況にあるというのは皆さん感じていらっしゃることだと思います。でやはり労働人口の減少、少子化ですね、これは当然女性を活用しなければいけないでしょう。でグローバル化、外国人をどうするのか、高齢化も進んできます。こうした中でやはりダイバーシティ経営というのはやはり企業経営の大きな鍵を握ってくるというのが我々の認識でございます。で振り返ってみますとやはり日本企業の人材登用採用を含めていうとですね、やはり男性中心、そして新卒採用中心、しかも自前主義という極めて硬直的な制度が長く続いてきたのではなかろうかという中で、やはり今日の表彰企業をの中身を拝見しますとですね、極めてフレキシブルな人材活用の制度を持っていると、やはりそうしたことが自社の経営を発展させる大きな鍵になるんじゃないかと感じました。その経営を発展させることの積み重ねがやはり日本経済の発展になってくる。で、今日の最初のメッセージをいただいた IMF のラガルド専務理事、昨年、IMF 世界銀行の総会が日本でありまして、その時いらっしゃった時にも女性の社会参画が日本で進めば日本の成長力が上がるんだよということを何度も繰り返しおっしゃってました。私も直接伺いましたという中で、日本経済新聞としても女性の社会参画をもっともっと応援することで、日本経済を発展させようじゃないかというようなことを考えているところでございます。まだ具体的にはもうしばらく時間がかかるんで、ここでは具体的にお話することはできませんが、今までの取り組みとしてどんなコンテンツがあるのかというのをちょっとお話しさせていただけたらと思っています。で一つはですね、今まで当然のごとくやってきた読者としての女性、これ日本経済新聞は男が読むものだと、ビジネスマンが読むものを持っていらっしゃる方が大半かと思いますが、調査をしていますともうすでに3割が女性、その中で、毎週土曜日のプラスワン、極めて女性に近しいコンテンツを作っております。で、こちらの、にも投影されています上の記事ですね、これは夕刊の生活面という面がございまして、ここでは女性の管理職の問題、育児の問題、あるいは社会復帰の問題、さまざまな問題を生活者の視点から女性の記事を取り上げています。合わせてこれも勇敢ですが日記の大疑問、女性経済知識のない女性に対し、やや少ない女性向けにですね、経済を分かりやすく解説するというような使命もございます。一方で、企業経営という面で言いますと、我々ダイバーシティ経営がどうなっているのかというようなことを、働きやすい会社というような調査をやっております。これは私自身がデスクをやっているときに作った調査ですが、ほぼ10年前です。人材の採用を、見る観点は4つです。人材の採用育成、多様な人材の活用、いろんな人材、ダイバーシティですね、それと職場環境の整備、研修とか昇進とかです。さらに多様な働き方、これもダイバーシティにつながると思います。この4つの視点からですね、働きやすい会社アンケート調査をいたしまして、昨年は10月に発表しました。有力企業対象ですが、この中で首位はパナソニック、どうしても電機メーカー、さまざまな制度整ってますので上位に来ますが、例えば多様な働き方という面では、こちら今回表彰なにも対象にもなった資生堂さんがトップ、東芝さんが3位ということになっています。特に資生堂さんはグループで育児休業が非常に進んでいらっしゃると
というような成果も出ているようでございます。まあ、そうした我々ですね、調査だけではなくて、具体的な個別企業の情報としては日経産業新聞を通じて働き方イノベーション、各社の人事制度の取り組みをやってます。あるいは女性の役員にインタビューする女性が開くというインタビュー連載してます。これは日経グループの日経 BB という出版社がございますが、そこの日経ウーマンというところと協力しながら一緒に進めてきました。その他こちらに書いてある日経 MJ では女子力というテーマで女子の活用の仕方、当然のことながら紙だけではなくて電子版でも同様のコンテンツを展開しています。まあ、合わせて、企業、女性の企業でありますとか女性向けのセミナーですとかイベントも多彩な展開をしております。こうしたことをさらにですね、レベルアップして働く女性の社会復帰を支援できないかというのを考えているところでございます。どうもありがとうございました。ありがとうございます。確かに実感として日経さんの日経新聞の女性の関連する記事って明らかに増えてますよね。すごい増えてるっていう感じがむしろするんですけども、まあ、その一つの材料にも今回のダイバーシティ100社になるんじゃないかと思いますけども。